解散しました。宿泊部屋に戻ります。大型ヘビになんか罪が着せられたままだな。あとりあえずセーブしとこうか。なんか怒涛の展開すぎてついていけねえ。スキル割り振りってできるかな。今レベルいくつだ。あ、レベル6だって。レベル1を消費して能力の強化ができますと。なるほど。 HP1、 食欲上限5、腕力1、知識1、推理1。別に今まだ HP 削られてないし、推理レベル上げとこうか。なんか推理レベル必要とされる場面多いもんね。推理レベルをじゃとりあえず 5まで上げとくか。25まで、25まで上げて、今残りのレベル1分を何に消費しよう。いやとりあえず HP かな。HP にしとこうか。でレベル0の時は選択できない。でこれでまたちょっと別セーブにしとこう。でちょっと話聞いていこうか。おかみさん、あの大きなヘビは冤罪じゃないのかね。真犯人がいるとしたらミミズかムカデあたりが怪しいわね。なんかおかみさんミミズとかムカデに対して結構辛辣なところあるから、まあ結構ひいき目がある気がするけど、いろんな人の話を聞いて考えようか。これ何？リンゴがある。あ、経験値プラス100。よし。これはケーキがある。HP プラス1。あ、回復するんじゃなくて、え？どういうこと？わかんないわ。まあいいや。この人にも聞いとこう。木の扉を開けるにはバール。鉄格子を開けるには最後のバールが必要になるそうよ。OK。あ、20ポイント経験値。ありがとうございます。何これ。あ、椅子か。待って、これお金でしょ。お金取って100ゴールドでしょ。ミミズくん、事件が起きたから温泉が立ち入り禁止だとよ。温泉がなけりゃこんなクソ旅館に火事なんてないのにな。まあね、だって微量の HP 回復効果と、なんだっけ、100ゴールド。あー、思い出した。あれよ、あ、思い出した。あれよ、解毒作用があるって言ってたよね。あ、待って、今気づいたわ。だって HP が1の状態で温泉に入ったらさ、あれよね、だって微量の HP 回復効果ってことは、まあ 1.5 くらいにはなるわけじゃん。まあ 1.5 か、まあわかんない、小数点がないんだったら2とかになるわけじゃん。そしたら攻撃力7以上がないと無理なのでは。これ何、ヘビ撃退マシンだ。戦いますか。あ、なるほど。これで HP がマイナス5されるんだ。いや、でもなんかいろいろ奥にあるしな。気になるからちょっと、まあ、撃退して。HP が5になっちゃったけど。これ何？バールを獲得しました。あ、やった！これは100ゴールド。OK。これ何？あ、こっちは通れないよってことか。まあ、HP が5になっちゃったから、とりあえずなんか食っとくか。これなんだ。あ、薬草を獲得。薬草って何？ちょっと待って。アイテム。薬草。あ、使用すると HP が5回復。推理パートでも使用可能。あ、じゃあ、これは推理パートに取っておこうか。これ、青リンゴ。HP プラス5で経験値プラス100。これ食べとこう。よしよしよし。で、この旅館ではアウトロー方式を採用しているから、他人の部屋のものを勝手に飲み食いするのも自由だよ。もう気にしないで飲み食いしてたけど、よかったんだ。犯罪じゃなかったのか。よかった。10ポイント。はい。大浴場が封鎖されてるから、証拠品は現場以外で集めるしかないよ。OK。なんか、犬かよくわかんない生物がちょっと部屋から脱出しちゃったけど大丈夫？この蛇。あれ？この蛇って、あ、そうだよね、従業員だよね。この部屋に宿泊していたヘビが殺されちゃったらしいね。怖いね。いやー、いいヘビだったよ。体調悪そうだったけど。進め方がわからなかったらとにかくその辺の電話機を利用してね。え、バールを買いたいの？今なら500ゴールドだよ。あ、買えるんだ。まあ今はいいや。あれ、なんでここにムカデがいるんだ。ビジネスの話をしてるから邪魔しないでくれ。何？
最後のバールが欲しいだと。5000ゴールドでどうだ。この旅館では非売品だぞ。あー、値切り交渉とかできるんだ。知識が10以上必要。なるほど、じゃあ知識も上げなきゃいけないね。で、せっかく隣の大蛇がいなくなったと思ったらムカデが居座りやがった。あー、ここの部屋には何もねえのか。なんだよ、しけてんなハンターよ。あー、鍵付き扉がある。なるほど、ここヘビ、あの大型種のヘビの部屋にはバールがないと入れなくなってるんだ今。まあ、とりあえず他を調べてからにしようか。はい。容疑者が8号室の大きなヘビなのか疑わしいけど、それ以前に被害者が本当に4号室のヘビなのかも疑わしいよ。まあ確かに特定できないしな。隣の部屋の大きなヘビはロビーで取り調べを受けているようだね。おお。まあでも今行けないしな、塞がれてるから。これは青りん、あ、毒リンゴ。はあ、毒リンゴがある。食べますか。 HP マイナス5、経験値プラス300。いやー、経験値欲しい。食べとこ。ケーキも食べとくか、ついでだし。じゃあスキルも適当に振ったので、木の扉をバールで破壊しようか。まあムカデの部屋でゲットできたしね、ただで。破壊して、なんだこれ。うおー、びっくりした。包丁だ。これは凶器になるぞ。包丁。あ、装備すると攻撃力プラス3。人間専用。なるほど。証拠品が見つかりました。電話か旅館の従業員に相談することでいつでも推理パートに突入できますと。なるほど。でもここってヘビ大型種の部屋でしょ。人間専用の凶器がなんでここに置いてあるんだ。特に何もあとはないよね、だって。あー、とりあえずじゃあセーブして挑もうか。セーブして、はい、おかみさん。え、証拠品が見つかったって。見つかったけどまだやり残したことがある。謎は解けた。皆さんを集めてください。謎は解けた。皆さんを集めてください。蛇にそんな権限があるのか謎だけど、ロビーにみんなを呼べばいいのね。このままロビーに移動しますと。おー、いや、なんかすごいな、探偵っぽくなってきた。推理パート本番。何が皆さんを集めてくださいだ。推理漫画じゃあるまいし。いるよな、こういう勘違い蛇。それに犯人はすでに確定しただろう。無敗の刑事の名推理に素人の蛇ごときがイチャモンつけようってのか。まあ皆さん、閉じ込められて退屈していたところでしょう。付き合ってやろうじゃない、蛇の探偵ごっこに。次回またなんかブラックドクターの声変わってそうだわ。ついに推理パート本番が始まりました。本番では選択肢を間違えると容赦なく3ダメージ受けるから注意してね。マジか。あ、ちょっと完全回復してない。 HP が8だ。まずいな。探偵は最初から推理レベルを20所持しているため、すべてのヒントを無償で利用することが可能です。活用しましょう。はあ、なるほど。事件のおさらいだ。被害者のヘビは温泉から出た後に何者かに殺害された。遺体の損傷具合から見て、一撃死のオーバーキル5。そしてオーバーキル5には攻撃力6以上が必要になる。ここまではいいな。ああ、ここまでは、うん。なんかとりあえず異議唱えとく。これで初っ端から間違ってたらどうしよう。異議しとこう。そこに異議があるの？早とちりすぎるのも良くないよ。今度早とちったら怒るからね。ああ、ダメか。違うんだ。ごめんなさい。待って、BGM めっちゃかっこいいな。そしてヘビ、そして攻撃力6を出せるのはヘビ大型種のみ。つまり、反抗可能なのはヘビ大型種だけだ。意義あり！意義、おぉ！こんなんが出んのか。あれだな、ちょっと逆転裁判っぽいな。ついに開幕か。その調子だよ。どんどん意義っていってね。往生際の悪いヘビ目。反抗可能なのはヘビ大型種だけだった。これに反論するなら理由も言いたまえ。ヘビ大型種には犯行不可。他にも容疑者候補がいる。
うん、へい、うん、他にも容疑者候補いるよ。100ポイント経験値。よし。他にも犯行可能な容疑者がいるだって？攻撃力データを見ただろう。ヘビ大型種以外は攻撃力5以下ばかり。ああ、意義返しとかしてくるんだ。なるほどね。他にオーバーキル5を叩き出せるものが存在しないではないか。オーバーキル5を弾き出した根拠を提示してね。共犯の存在、狂気の存在、毒の使用。これは狂気だね。包丁を見つけたもんね。狂気、包丁を証拠品として提示しますか？包丁を証拠品として突きつける。包丁を本当の意味で突きつける。うわ、腕力に振っときゃよかった。くっそー。証拠品として突きつけるしかねえ。これは、包丁？ 400 ポイント。あ、結構獲得できるね。ちょっと一回この辺で切っとくか。ちょっと一回休憩していい？飲み物取りたい。はい。なんか中途半端のとこで切れたかなと思うんですけど、ここからちょっと別日収録です。どんな感じで進めてたかも覚えておりませんが、一週間ほど空いてしまったので、やっていきましょう。ヘビ従業員シェフのセリフからですね。うちの旅館の台所にあるはずの包丁だよ。誰かが持ち出したんだよ。凶器として装備すると、攻撃力プラス3の人間専用装備になるよ。これさ、関係ねえわ。そうか、凶器を装備すれば攻撃力6以上。つまり、オーバーキル5が可能な候補が増えるよ。あ、ブラックドクター来たね。あのさ、この数日間ね、考えてたの。あ、このゲームにちょっとイケメン枠がいないなと思って。まあ、ブラックドクター別にイケメン、とは言い難いけど、イケメン枠にしちゃおうかなと思いますね。だがその凶器、指紋は一切ついていないようだが。指紋がついてないってことは、やっぱりヘビが怪しいってことだな。指紋くらい犯人が拭き取ったんじゃないの？その拭き取ったような痕跡すらもないのだよ。ますますヘビが怪しくなるな。なんかハンターここまで言うってことは、なんかハンターが逆に怪しいけどね。指紋がついてない理由は、手袋をはめていた、温泉で湯水だ、使用者がヘビだった。使用者がヘビはありえない。だって人間専用装備だから。ってことは、手袋をはめていた。あ、やっぱハンターじゃねえ。ハンターしか手袋つけてないよね。まあ、予備の誰かが持ってたら別だけど。なんか、予備の、何？なんかこっそり手袋を持っていれば話は別だけど、でもあからさまに手袋をはめてるのってハンターだよね。手袋をはめていた。よし、50ポイント経験値。そうだよ。手袋をはめればいいだけのことだよ。手袋といえば、ハンターのお客さんがいつもつけてるわね。もう図星が出ている。そんなことより、凶器の持ち主が犯人ってことなら、その凶器がどこに落ちていたかも重要だよな。ああ、これに関しては意義なしだね。凶器が落ちてた場所を言ってみろ。拾った張本人なら覚えているよな。どこだったっけ？思い出せ思い出せ。あ、そうそうそう、ヘビ大型種の部屋にあったんだよ。でもおかしいよね、ヘビ大型種の部屋にあるって。まず人間専用装備のやつがさ、そのヘビの部屋に落ちているってこと自体おかしい。隣の部屋がハンターだけど、ハンターとそのヘビ大型種の部屋の間になんか隙間でもない限り、あそこにヘビ大型種のところに凶器は置けないだろうけど、でもヘビ大型種の部屋にあること自体ちょっとおかしいんだよな。まあ、8号室でしょ。50ポイント経験値。8号室とな。おー、ほら、やっぱりハンターの部屋が隣で、あ、やっぱこの辺なんか隙間があるんじゃない？もしかしたら気づいてないだけで。違うかな？ 8 号室といえば、ヘビ大型種の部屋。なおさら容疑者が怪しくなるではないか。知らないよ、そんな包丁。誰かが置いたんだよ。その包丁は台所の備品って話だったな。体型的に食い意地張ってそうだから台所に出入りしてたんだろ。バカにされている。なんか言ってあげて、ヘビ大型種。そして台所に侵入したところ、被害者のヘビに目撃され、口封じに人差しといったところか。意義あり、人間専用装備っつってんだろうが。
蛇大型氏の部屋から包丁が出てきたというのにまだかばう気かね。だったら容疑者が包丁を使用していない根拠を示した前、凶器を使用できないからです。凶器を使用できないだと？理由を言え。蛇だから無理。腕力不足で装備不可、剣スキルが足りない、蛇だから無理。だから単純明快だね。蛇だから無理です。蛇だから無理。そうか、この凶器は人間専用装備だったはず。200ポイント経験値結構大きいね。装備できないのに8号室の蛇の部屋にあったってことは、ピザを切るように持ってきた包丁コレクターだった。真犯人が罪をかぶせるために置いた。まあ、上の2つである可能性はゼロではないような気はするが、別にそんな素振り1個もなかったので、真犯人が罪をかぶせるために置いた。よし。そうだよ、真犯人が蛇に罪を着せるために凶器を置きに行ったに違いないよ。自分で装備できない包丁を自分の部屋に置く意味がないからね。その通り。いいや、発想を逆転したまえ。いつも逆転って言ってな、お前。その蛇が人間に罪を着せるために人間専用装備を持ち出したとも考えられる。その通りだ。包丁を置いたのは他者ではなく本人。他者が置いたというのなら、その部屋の住人に目撃されてしまうからな。他者が置いたというのなら、その部屋のも、8号室の住人は寝ていた。8号室の住人は不在だった。不在だったよね。いなかったもんね。操作しに行った時って。木の扉で塞がれてて、ヘビ大型氏は事情聴取受けてたから、いなかったはずです。うん。そうだよ、容疑者として取り調べを受けてたから、8号室は不在だったんだよ。誰もいない部屋になら、誰でも包丁を置きに行けるよ。いや、それも逆だ。8号室には誰も凶器を置きに行けないのだよ。そうよ、8号室が空き室の間は防犯のため、木の扉に鍵をかけておいたのよ。つまり8号室は密室。包丁を置きに行くなど不可能。いや、8号室に侵入できた者が一人だけいる。ギクー。オイラのことかい？どうする、ちょっとヘビくん。なんか私たち疑われそうだけど。困ったね、容疑者にされちゃう。誰なのよ。もちろん最初に包丁の話を持ち出した張本人。ギクー。そこの探偵気取りのヘビだけだ。どうする、どうする。またヘビに罪をなすりつける。現に8号室に侵入したのは包丁を見つけた張本人のヘビしかいないだろう。俺も目撃したぜ。は？何を？隣の8号室でそこのヘビが包丁を持っているのをな。あ？その包丁はもともと落ちていたもの。その包丁は持参してきた私物。いや、なんかこの選択肢っていうより、いや、どうやって見るんだよって話だよね。やっぱり隙間あったんじゃないの？その包丁はもともと落ちていたものです。うん。そうだよ。もともと落ちていた包丁をヘビ探偵が発見したって話だよ。でもそれについて証拠はないからね。もともと落ちていたなら、もともと8号室のデブヘビの私物ってことだ。俺は隣の7号室から見ていたが、見ていたって言ってる。ボロ出てる。隣の8号室に侵入したのはそこのヘビだけだ。意義あり。自分は8号室に侵入していない。これは明らかな嘘です。7号室から8号室が見えるのはおかしい。200ポイント。オッケー。そうだよ。さっきから8号室の状況に詳しいけど、エスパーでもないのに、7号室から8号室を投資しているような発言ばかりだよ。おっと。言い忘れていたが、7号室と8号室の壁には穴が開いてんだわ。そこの穴から包丁を落とせばいいのでは？そういえば壁が脆くなってるのよね。もう最悪じゃねえか、この旅館。その壁の穴から8号室の状況が筒抜けってわけだ。そしてその蛇探偵以外は誰も8号室に侵入していないってこともな。その証言が嘘の可能性もあるよ。嘘ではない、証人もいるんだよ。7号室にはずっとムカデが居座ってたからな。あ、私がよくヒトデくんって言っちゃうムカデくんね。ああ、俺が証人だ。
ハンターの証言通り、そのヘビ以外は誰も8号室に侵入していないようだな。なんでムカデがハンターの部屋にいたのよ。ビジネスの話をしてただけだ。ビジネスの話ってアリバイ証人になるとかいうビジネスじゃないでしょうね。ムカデは最後のバールビジネスをしてたそうよ。ああ、なるほどね。お金を持ってそうな客を見つけてはバールを売りさばいていたとか。証人かと思ったらただの商人だったとかいうオチだな。何もうまくねえんだよバカ野郎。ちなみにバールは買ってないぞ。クソ高かったからな。つまりムカデを買収したわけでもなさそうだね。議論が煮詰まったところであなたのターンになりました。休憩する HP5、 予習する経験値プラス100。セーブもしたいけどちょっと経験値欲しいから予習しとくか。ヘビが予習したところで人間の推理には到底勝てないがな。もうこの時点で刑事よりは勝ってると思います。ビーだ。だって私も人間様、そう、私という人間様がバックについてるんであなたには負けません。ベロベロバーイ。なんかめちゃめちゃ今日は毒舌な気がするな私。研究レポートなどに目を通して経験値を100獲得しました。やったぜ。話をまとめると、包丁を置いた犯人は8号室に入ったヘビ探偵、もしくはもともと8号室の容疑者が置いたもの。どちらにせよヘビによる偽装工作ってことだ。異議ありです。異議を発動しました。この異議っていうか、このゴシック体でテルルルって出てくるのめっちゃいいね。やけくそで異議異議騒ぎやがって。それなら言ってみろ、他に誰が8号室に包丁を置いたのか。名指しで返答するか。考察する思い出すとかあるけど、これなんか関係あるのかな。ちょっと考察してみる一回。ハンターは過去の証言で墓穴を掘っているようだ。穴がめっちゃ黄色くなってるわもう。その穴をついてやればここから逆転も可能なはず。うん、じゃあちょっと思い出してみようか。7号室の8号室の壁には穴が開いてんだわと。うん、その壁から穴の状況、穴の状況じゃねえわ、8号室の状況が続け。うん、誰も侵入してない。もう自分で首絞めてるね。名指しで返答。誰が8号室に包丁を置いたというのだね。ハンターです。俺の部屋にはムカデが居座ってたから8号室まで凶器を運びに行くなど不可能だ。ムカデを買収してアリバイ工作した。ムカデが瞬きしてる隙に8号室に移動。瞬間移動かな。部屋を出ずに凶器を8号室に置いた。これでしょう。部屋を出ずに凶器を置いただ？どんなイリュージョンだよ。滑車を使ったトリック。いきなり滑車が出てきたな。絶対違うな。屋根裏部屋を使う。これも屋根裏部屋はまだ行けてない。あるのかどうか知らんけど。ないから関係ない。壁を使う。はい。壁？そうだよ。壁に穴が開いてるとか言ってたね。そうね。向こう側に誰がいるかわかるほどの穴なら、そこから凶器を捨てることも可能なはず。この封鎖された旅館内で凶器の処分をするには最適で合理的な手段だよ。8号室の蛇の容疑をさらに深めることもできるし。うん、50ポイント経験値。もう負け犬のようだ。お、ブラックドクター黙ってんな。どうした。もう認めるしかないようだな。なんだ刑事、最初から分かってたような口ぶりだな。わかった。認めよう。包丁を8号室に投げ入れたのは、この俺だ。解決だよ！これで容疑が晴れるよ！いいよ。そのハンターが認めたのは、8号室に包丁を置いた件だけだ。なんだ？ハンターと刑事はグルにでもなってるのかい？なんでここ手を組んでるの？人間だから？いや、そうだ！ヘビを殺したのは俺じゃない。だってさ、あれ？ハンターの攻撃力が、4だよね。普通の人間が3で、ハンターの攻撃力が4で、あ、もうあの攻撃力表みたいなの欲しいな。ちょっと忘れちゃったわ。どういう攻撃力の差があるのか。そんなの今更だよ。おかしいよ。犯人でもないのになんで包丁を8号室に捨てるのよ。8号室の容疑者のヘビをさっさと捕まえてもらうためだろ。
穴の開いた部屋の隣に蛇がいるなんて目障りだろうしな。相当嫌われてるんだね私たち。うん、まあ私は人間なんですけど、うん、私の相方の蛇探偵が泣いてるよ。そうだその通りだ。これじゃ逆誘導尋問だよ。ダメだよそんな証言。そうだよ、犯人はハンターで決まりだよ。もう完全に決着はついたよ。決着はついたようですが発言を選択してね。まだ終わりじゃない。決着はついてるのにまだ続ける気なのかい。そうか、犯人はヘビをオーバーキルで殺害している。だからこの犯人をオーバーキルで問い詰める気なんだ。あー、まあそういう意図は別になかったんだけど、でも BGM めっちゃかっこいいからまあそういうことにしとくわ。ヘビの生殺しを通り越してヘビのオーバーキルね。この展開は熱い。長かったこの戦いもついに最終工程です。最後は多数の容疑者の中から候補をハンター一人に絞り込みます。それには2つの証拠が必要になります。もっと深く思い出す逆転の発想、証拠を2つ提示。なるほど、ちょっと待ってね。今ちょっとあの攻撃力が見えてるね。あれ、あ、わかったわ。あの今ちょっと考えてたんですけど、温泉ってなんか微量の回復効果があるって言ってたじゃないですか。で、あの HP がゼロになったら死んでしまう。だから最低ヘビにはまあ HP が1は残っていたってことで、で単純計算で 1-6 でオーバーキル5だっていう話をしてたじゃないですか。でも微量の回復効果があるから1なはずないじゃないですか。1の状態で温泉に入ったらまあ最低1回復する。まあ最高も1かもしんないけど、そう最低1回復するんだから、HP が2の状態なはずじゃないですか。ってなったら、他の人間には、他の人間ってかハンター以外の人間には反抗が不可能なんですよ。どう？まあもうみんな気づいてたかもしんないけどちょっとめっちゃ偉そうに語ってたけど、とりあえずちょっともっと深く思い出すとかやってみる。もっと深く思い出す。過去の発言、被害者のヘビは温泉に入った後殺害された。そうだよね。だから絶対に1は回復してるはずなんだよ。うん。で、遺体の損傷具合からオーバーキル5。温泉には微量の回復、微量の HP 回復効果があるから順番待ちになると。で、逆転の発想ね。オーバーキル5の計算式、 1-6 イコールオーバー5の計算式は、被害者の残り HP が1だったことの前提での話に過ぎない。そう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 、それが言いたい。発想を逆転して被害者の残り HP が1ではなかったことさえ立証できれば容疑者をハンター1人に絞り込めそうだと。そう、攻撃力が7の人間はハンターしかいないんです。よーし、これで自信を持って私の答えを出せますね。証拠を二つ提示。頼むよ、ヘビ探偵くん。証拠あ、なるほどね。こういうことね。被害者は一撃で死亡と、あ、違う、え、待って、ごめんなさい。今は関係ない証拠だった。あ、3ダメージ、ごめんなさいね。二つ提示で、何があるんだ？あ、包丁、え待って待って。二つ選ぶんでしょ？あ、この中で容疑者をハンターだけに絞り込む重要な証拠になるのはか。あ、すいませんでした。被害者は温泉入浴後に殺害。これだ、これです。殺害現場は温泉。それが関係あるのかな？なんか、あれか、順番があるのね、これ提示するのに。ちょっと薬草使っていい？証拠品を提出するんじゃなくて、ただ薬草を食べるだけなの？あ、この、この弁論対決で生き残るためだらしいから仕方ないよ。ごめんね。ちょっと、残り HP2 だったからさ、一回間違えたらもう死んじゃうのよ。うん、回復したら一旦仕切り直すよ。犯人がハンターだったことを示す、もう一つの証拠は？これ温泉に HP 回復効果、これです。うん、おーやった。すごい、1000ポイント経験値ありがとう。温泉の回復効果、
そうか、温泉には微量の HP 回復効果があることが重要だったんだ。今までは被害者の HP が1であることを前提で 1-6 イコールオーバー5の計算をしていたけど、 HP が1って数値が間違いだったんだよ。そうだね、被害者は回復効果のある温泉から出た後殺害されたってことは、残り HP が1だけなんてことは理論上ないはずだよ。その通り。被害者の HP は少なくとも2以上あった。つまり攻撃力6でもオーバーキル5には届かない。オーバーキル5に必要な本当の攻撃力は7以上。そうだよ、7以上が条件になるよ。500ポイント、よし。7以上ってことになるとオーバーキル5で殺害できるのはハンターだけ。これは決定的ね。そのハンターが真犯人なのは確実よ。たかがそんな数値だけで真偽を証明するのは浅はかではないかね。お前が数値が一番正確だって言ったんやろかい。自分で言ったことでしょ、数字は嘘をつかないって。無敗の刑事とは何だったのか、プークスクス。黙っちゃったよ。もう言い逃れできないからね。本当にずっと黙ってんな。なんとか言ったらどうなんだい。ガタガタうるせえな。蛇一匹殺した程度で騒ぎ立てやがって。うわぁ、逆ギレした。開き直ったよ、こいつ。ハンターが獲物をハントして何が悪い。それが仕事だろうが。ここは旅館だよ。そんなことする場所じゃないでしょうが。それにハンターでも駆除していいのは有害な動物だけのはずだよ。俺にとっちゃ有害なんだよ。蛇は目障りだからな。駆除した理由も身勝手すぎるよ。どうあれ虐待は罪だ。逮捕する。ああ、ここは結構潔いんだ。認めたからか。あんたもだよ。何が無敗の刑事だ。その通りですよね、ハンターさん。話がわかるじゃないですか。蛇ごときに推理で負けよって、いい笑いもんだな。蛇ごときだからだよ。蛇ごときに推理で本気になる刑事なんて、いい笑いもんだろ。負け惜しみだと捉えておきますね。ありがとうございました。犯人もひどけや、刑事側もこれだもん。蛇の扱いほんとひどいね。実際蛇の命は軽いのだからな。殺したところで大した罪にはなるまい。いいや、あんたは重大な罪を犯したわ。どうしたおかみさん。お、そうだよ、もっと言ってやってよ。蛇一匹分の宿泊料が台無しじゃないのさ。これは窃盗罪と同じだよ。そこかい。ヘビの命は宿泊料以下かーい。かわいいツッコミだね。ああ、久しぶり、ミミズくん。とにかく真犯人が分かったからにはこんな旅館をさらばだ。おい、ハンター、さっさと裏口の扉を開けろや。チッ。ああ、犯人だったんだ。ほらよ。じゃあもうこれで終わり？ほらよじゃねえわ。奥の扉の、奥の二つの扉もだよ。奥の二つは俺じゃねえよ。え？なんだって？あんた以外誰が扉なんて設置するのよ。え？あ、別々の人が仕掛けてんのこれ。マジで？うわぁ、めんどくせえ。俺は知らん。明け方来た時点で奥の二枚の扉はすでに設置してあったからな。えいちゃん、なんでそんな雑魚な木の扉なんてさ、最後に貼ったんだろうね。なんだそりゃ、このハンターとは別に凶悪犯がいるってことかよ。まず木の扉を設置した理由はなんだね。ああ、喋らないんだ。また黙っちゃったよ。はあ、まあ扉を設置する動機は監禁目的以外ないだろうが。蛇を殺した動機が目障りだから。扉を設置した動機が監禁するため？いや、だったらだってヘビ早く出てけって感じだろうからさ、矛盾してるよね。てか BGM めっちゃかっこいいな。意義ありです。意義っていうか矛盾してます。そうだよ、動機が矛盾してるよ。ヘビが目障りだって言うなら監禁せずに外に出てもらった方がいいはずだよ。もう喋らないね。
なんかさ、しょぼくれてる顔に見えるよね、グラフィックがね。ちょっとかわいそうになってきちゃった。それに2枚の扉はもともとあったって証言も気にかかるよ。これは矛盾してんのか？なんだ？何かに矛盾してるか？あ、まあ木の扉が一番弱いのになんでお前が一番弱いの設置するんだよってことか。とりあえず矛盾してるって言っとく？そうだよ、扉2枚がもともとあったって証言とも矛盾してくるよ。もともとが鉄格子&木の扉の鉄壁セキュリティなんだよ。監禁目的ならそこから一番しょぼい木の扉を後付けで設置する意味が全くないよ。うん、そうだね。あー、喋らん、一切喋らんわ。また黙秘権かね。だったら爆弾だけでも今すぐ解除しなさいよ。爆弾も俺じゃない。木の扉と放火の件以外は何もやってねえわ。それなら放火の動機を説明したまえ。うん、それも気になるね。なんでこれも喋んないの。もう拉致が開かないな。爆弾の件が違ったとしても罪は重いよ。殺人、放火、監禁、この時点で数え役満だよ。死刑案件だよ。いや、殺人とは言っても殺されたのはヘビだけだからな。放火の件も自分ですぐ消化してるから被害は軽微だ。監禁の件に関しても一番しょっぱい木の扉を設置したのみ。どれも中途半端なのだよ。くっそー、このハンターはまだ何か隠してるよ。もっと事情聴取すればいろいろ出てくるよ。もうじき夜になる。本格的な取り調べは明日行えばいい。うーわ、もう今日中にやっとけって。やることやっといた方がいいって。ハンターがもしかしたら自殺するかもしんないじゃん、言いたくなさすぎて。